ルトの中に自分と同じ美獣たちを見て焦ったか。遅かったか？ぴったりだぜ、父ちゃん。10尾の攻撃を海へ飛ばしたからだよ。江戸天聖の目。安心して、君たちの味方だよ。君はナルトの彼女かな？うん、まあそんな感じ。あんたは黙ってな、サイバーザック。クシナに少し似てるかな、この子。あんた、知ってたみたいだけど。ああ、キュービモードでチャクラを感知してたんだ。ミナト、相変わらず早いの。これって貴様、ワシ以上の瞬身使いよの。初代様、二代目様、それに三代目様、四代目、ミナト様まで。待っていたぞ、柱だ。まずは十尾を止める。ナルト、よくやってくれたね。友達も直に来る。おかげたち、行くぞ。二代目、三代目、私の前へ。まさかとは思ったが、ミナトまで。すでにマーキングはしたのか。はい。消えた。セヒオーディ、そう簡単には動けん。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。サクラか。サスケ君、なんで？てめえ何しに来やがった？俺は木の葉の里を守ることに決めた。俺がおかげになる。お前に何があったか知らねえが、ありえねえんだよ、そんなこと。ああ、チャラにはできないだろう。だが、お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。木陰になるのは俺だってばよ。さくらちゃん、回復ありがとう。今度はさくらちゃんが休んでくれ。行くぞ、サスケ。私だって第7班、そして三人の弟子の一人。よっしゃ、第七班ここに復活だってばよ。先代の皆さん、気合を入れ直して備えてください。簡単な結界ではないぞ。大様たちって本当にすごい人たちだったのね。マドラ、待たせたな。分身ではつまらぬ、本体が出張るまで待つ。分裂体か、本体に近づけさせないつもりだな。綱以上かもしれんな。空遁、炎遁、螺旋瞬間、打ち地。これが九尾のチャクラをコントロールした状態か。新しいシャリンガン、黒い炎。三刀路。牛食い
りたいんだもの。今度はこれのまま八景64章まで行きます。僕も一応第7班なんですけどね。ダメだ、どんどん敵の数が増えてくる。口寄せはちょっと。この色、お前カマキツじゃねえかよ。それより一気にでかくなったな。お前赤丸の時よりびっくりしたってばよ。お前ら人間の成長が遅すぎるんじゃ。サスケ様、いかように。お前はまっすぐに進むだけでいい。200号の E を発動できたのですね。綱手様もきっとお喜びに。まさかもう一度口寄せ三すくみが見られるとは思わなかったな。新たな時代よ、行け。行け青だ。これが元のまま。助けて、さらに大きな力にできるのは。当たった。風車のような手裏剣に漆の光沢より黒い矢。へっ。完全ですが、復活した十尾と連合軍が交戦中となら、我々も急ぐとしよう。俺の砂でみんなを運ぶ。早く行きましょう、戦場へ。サスケと行動を共にしているのはどうしてだい。俺はサスケを守るために存在しているから。美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。このまま焼き尽くす。おい、分かってんのか。そして新たな燃えている部分だけ分離したか。さくら、少し聞いていいかな。サスケくんは本当の仲間として信用できない。大丈夫、サスケくんはちゃんと帰ってきてくれた。君の言葉は嘘じゃないのかもしれない。仕掛けてくるのはいいが、手応えがまるでないぞ。何か。お前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備だ。先生、どっちぞ。失敗だ。まあいい。影分身で瞬身の術、やつにマーキングしていたのか。飛来心のマーキングは決して消えない。生きていたならほかげになってほしかった。あとはあの生き返り損ねたマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。何をもって終戦と決めつける。ルビーがまた形態変化したのか。あれは十尾の
人中力だってばよ。何がどうなったのか説明できる？ますます気味悪いってばよ。なぜ奴が人中力だとわかる？美獣たちのチャクラが次々オビトの中へ入っていったのを感じられた。とにかくあいつは初めから人中力になる術をしていたんだよ。そうか。うん。いや、十尾の力を我が物とした輩が現れた。やめろ、オビト。もうやめるんだ。はっきり言う。こやつは俺より強い。陸道仙人と同じになったオビトだ。飛来神の術出るか。二代目様考案の五条起爆符だ。どうやるのだ。なんだあいつ。三代目のじいちゃんも父ちゃんの術で飛ばさなかったのかよ。死なないのを分かっていて、敵の出方や能力を分析するため。サスケ君か、優秀な子だ。江戸天聖が回復するまでには少し時間がかかるけどね。もう待ったはなしだ。柱馬。人中力としてうまく銃尾が馴染んでないんだ。この状況のうちに倒す。直接的にでも触れていなければ飛ばせない。うちの子もサスケ君に負けていないかな。力にオビトの意識がどうにかへばりついているだけで、まるでコントロールできていない。したけど大丈夫。いつの間に。早めに返してやる。安心しろ、分身を飛ばしただけだ。すっげえ、父ちゃんの真似できんのか。
二代目の顔岩のおっちゃんも。四代目がわしの真似をしとるのだ。やったんか。ガードされていたか。早いな。螺旋閃光超輪武光三式で。普段ならお前の実名に積もるところだが、奴の前では笑えんぞ。クートン螺旋神拳。あの黒いのでガードされる前に直接ぶっつけた。おかしいな。何です？片腕をもがれた程度なら江戸天生の体が元に戻らぬ。今までのお前らの常識では測れはせんぞ。もう二度と深手は負うな。たとえ江戸天生の体だとしても転生できず死ぬぞ。その右腕は二度と治らぬと見ていい。美獣化だってばよ。ん、あれ、お前たち親子はなかなかの天然だな。クラマ、もうちょいこっちにチャクラ回してくれってばよ。完全な美獣モードに早くなりてえなら少し普通の状態でいろ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか。先生、俺の死がホカゲでよかったよ。英雄ホカゲとして死んだあんたが息子の前で生き恥をさらしてる。ただの天然ではなさそうだな。こいつは気づいている。ホカゲになれなかったお前がホカゲをバカにするんじゃねえ。父ちゃんをバカにすんじゃねえ。忍術はダメでも戦術攻撃はいけるようだな。この野郎。ジライア先生と同じ戦術まで。わしの半身を解き伏せただけはある。やっぱ思った通りだってばよ。いや、仙人のこれならいけんぞ。戦術っていう自然エネルギーを使うんだってばよ。自然の力には同じ自然の力で対抗できるってことかもな。戦術覚えといてよかったぜ。よーし、